黒葉カイト。黒葉カイトは、週刊少年サンデーで不定期連載されている、青山剛昌原作の漫画、マジックカイト及び、それを原作とする、テレビアニメに登場する、主人公であり、同じく、週刊少年サンデーにて連載中の、名探偵コナン及び、それを原作とする、テレビアニメや映画作品などのメディアミックスの作品に、登場する、架空の人物。 アニメでの声優は山口勝平が担当するマジックカイトの主人公。普段はマジックが得意なただの高校生として生活しているが、裏では日夜警察を翻弄する寝室鬼没の泥棒、カイトキッドとして活動している。なお、カイトはキッドとしては二代目であり、初代は彼の父親にして、 世界的天才マジシャンの黒羽刀一、母親の黒羽千影も、昭和の女二十面相と歌われた女盗賊、怪盗祝女、ファンと群れりして、二十年前まで活動していた。当初、名探偵コナンには、ゲスト登場だけの予定だったが、その後も主人公、江戸川コナンのライバルとして、不定期に登場し続けている。 身長は 174cm、体重は 58kg、年齢は17歳。星座は双子座。血液型は B 型。誕生日は6月21日。特技は天才マジシャンであった父親、統一による影響から自らもマジックに優れており、その腕前はラスベガスでもすぐにステージへ上がれるほどと評されている。好物はチョコレートアイスクリーム。 嫌いなものは、巨類とアイススケート、クラスメイトで魔女の小泉紅子が苦手。エゴタ高校二年生。八年前、謎の組織に統一を殺害されて、表向き、メディアではマジック中の事故死からは、母親の千英と暮らしているが、千英は何らかの事情で海外に行っているので、現在は、海の一人暮らしである。千英は、海とが、キッドになったことを黙認し、見守っている。 父の教え、ポーカーフェイスを忘れるなを心情として得意ではあるが、年相応の幼稚さ、発展途上ぶりから、感情や動揺が顔に出てしまうこともたまにある。2018年現在、二代目回答キットの正体が、黒葉回答だという事実を知っているのは、以下の6人である、死亡したジャック・コネリーを含むと七7人。がついている人物は、正体の秘密を共有しているもの。 この他、中森警部が逃亡間際の二代目キットの素顔を見たことで、怪盗キットの正体がカイトだという推測を立てるが、二代目、怪盗キットの変装技術と、青子が、キットの犯行中にカイトに張り付き、アリバイを証明したことにより、また、先代キットと二代目キットが同一人物と考えているため年齢が合わないことから、その推測を否定している。また、後に、 中森青子も素顔を見たが、先の経緯から、どうせ変装だろうと誤解し、カイトもそれに合わせたため、わずかに疑われるだけで済んでいる。アニメでは、オリジナルキャラクターのスパイダー、殺し屋イリュージョニストが正体を知っているかのような、素振りを見せる。名探偵、コナン側のキャラクターは、誰も、カイトキッドの正体を知らず、名探偵、コナンのキャラクターとの関係を参照。 江戸川コナンが、キッドの正確な蘇性を特定できるまでにって、いないながらも、自分と素顔の容姿が似ているとだけ認識している、状況である。クロスオーバー作品では、ルパン三世が、キッドの正体を知っているかのような描写がある。また、同作では、ミネ・フジコもキッドに依頼しようとするなど、コンタクト方法を知っているようである。自宅の隠し部屋を見つけたことから、 父親がキッドであったという秘密を知り、父の死の真相究明とその敵討ちを目的に、二代目、怪盗キッドとなる。先代である父の仕事により、世間では、キッドは宝石を専門としているというイメージだが、当初は宝石以外にも、絵画や彫刻など様々な美術品を標的にしていた。パンドラの発見と破壊が目的に加わってからは、主にビッグジュエルを標的にしている。 当初は父親を殺した奴らをおびき寄せるために、犯行を繰り返しては、捨てるか返却していた。父親を殺したとされる、謎の組織との接触後も盗んだ後、または盗む最中に、目当ての品でな,ないことを確認し、盗みを諦めるかすぐ持ち主に返すことが多い。また、主に不当な理由で、第三者の手に渡ってしまった、美術品を、本来の持ち主に返すために盗んだこともある。 しかし幼馴染の中森青子は、キッドのそうした行動に対して、世間を騒がしたり、父や警察を貶める愉快犯の一種だと怒りをあらわにしており、カイトも内心では、キッドの犯行が記事になるのを見て喜んだことを反省している。宝石以外のものに予告状を出すこともあるが、それぞれにやむを得ない事情がある。自らが狙われても決して殺人は行わず。 人命に関わる危機に際しては見事に助けてみせたり、他人の殺人を止められず悔しがるなど、泥棒らしからぬ面を見せることも多い。自分が送ったものではなく、他人による偽装の予告状があった場合でも、現場に濡れ衣を晴らしに行く。また売られた喧嘩は買う主義で、他の盗賊や宝石の持ち主から挑戦されると、目当ての品でなくても受けて立つこともしばしば。 そのため小さいことでも根に持ち、仕返しをすることがある。相手が狙っていたお宝の横取りなど。なお、予告状は、名探偵、コナンの方では大抵暗号のような予告状を送っているが、マジックカイトの方では、おから、いつ盗みに行くとはっきり書かれており、暗号メータ、予告状はほとんど送っていない。また愛用のトランプ銃も、コナンの劇場版ではよく使われるが、 検索中ではそれほど使用していない。一方、人々を驚かす派手なパフォーマンスによって、盗みをやることに関わる姿勢からか、殺人はしないながらも、父親の当一に比べて、周囲の被害を顧みない大雑把とも言える手段や、行動に出る傾向強く、実際カイの扮するキットの盗みの犯行において、生じている、鬼没損壊等の二次的被害は、決して少なくないものがある。 劇場版、世紀末の魔術師では、変電所を爆破することで、都市全体を停電に追い込んだ結果、交通網を混乱に陥れ、人の生死が関わる、病院等も停電にしてしまっている。自家発電によって、難を逃れることを計算に入れた行動では、あが。また、怪盗キットの瞬間移動魔術では、トリックを成功しやすくするためにキットを応援する、ヤジ馬たちを先導している。 劇場版、豪華のひまわりでは、真犯人の正体を早い段階で気づいていながら、自ら予防しようと奔走し、周囲に伝えようとしなかった結果、七枚のひまわりを展示した、レイクロック美術館が大火災になった上に爆発、等によって崩壊してしまうという大惨事に、繋がってしまった。2001年のアニメ、コナンにて、集められた、名探偵。 駆動新一 VS 怪盗キットの前半パートとして、マジック怪盗のブラックスターがアニメ化され、そこで怪盗キットの正体がアニメ本編においては明らかになった。初期のコナンではシルクハットと前髪により顔が隠れているシーンが多く、未知の存在であるよう描かれていたが、アニメ版で正体が明らかになってからは、顔がはっきり見えるようにな、いる。 四十四巻以降は、変装を解いた素顔に近い姿、ただし帽子を深めに被っているでも堂々と登場するようになり、コナンの背後、隣のトイレにまで現れるようになる。コナン原作内では、同じ人物に二度以上変装したことはなく、劇場版や OVA で、工藤新一に変装しているのが唯一である。なお劇場版では、名探偵、コナン探偵たちのチンコンカ。 ルパン三世 VS 名、サダコナンザムービー以外毎回死に一に変装しており、回想シーンと編成期で、コナンが声を出す時以外の工藤新一は、名探偵、コナン迷宮の十字路を除けばすべて彼の変装である。コナンでは、仲間がいることが四十四巻で明らかになり、老人、寺や、若い女、紅子などが報告されている、実際の共犯者は寺だけであるが、 ベニコも勝手に協力したことはある。本人及び作者によれば、きっと、カイトにとってのコナン、新一は、最も出会いたくない恋人で、決して混じり合うことのない二人。彼自身が、名探偵と呼ぶのもコナンに限られている、ハットリに対しても、カイトがライバルと認めている白馬に対しても、名探偵と呼んだことは一度もない。最初の顔合わせで、カイトは鮮やかに獲物を盗み出す。 創造的な芸術家だが、探偵はその後を見て何癖つける、ただの批評家に過ぎねえんだぜ。元の出典は、ブラウン神父の同心とコナンを発したが、その後コナンに、優れた芸術家の多くは、死んでから名を馳せる。お前を監獄という墓場に入れて巨匠にしてやると、追い詰められ、以後手強いい公敵主として一目置くようになった。コナンもはじめは、泥棒には、 興味はないと言っていたが、キッドは例外的にライバルと認めているらしく、キッド相手には常に1対1で勝負しようとする、こだわりを見せている。二人の勝負は大抵、宝石はコナンに取り返されるが、キッド自身は捕まらずに逃げをせるので、ほぼ引き分けで終わっている。ただし対抗意識から必要以上にコナンを挑発することも多く、その結果しばしばひどい目に合わされている。 一方で、自分の鳩が怪我をした時コナンに助けられたことから、事件解決まで陰ながら手助けした、世紀末の魔術師。これ以外にも、双方が関わった事件で、キットがコナンに手を貸し助すけり事件解決に、協力したりする場合があり、そうした場合にはコナンも協力してくれたお礼として、キットをわざと見逃すことが多い。キット初登場の話ではコナンは、キットと初対面だが、 マジックカイトのブラックスターでは互いに顔も名前も知らないまま真一がキットを追い詰めた過去が語られている。キットが江戸川コナンの正体が工藤新一だと知ったのは劇場版世紀末の魔術師でコナンと赤砂博士の電話、船内の電話すべてを盗聴したため、この時は白鳥警部に変装していた。その際、最後に 何に正体が気づかれたコナンのために新一に変装して救ってくれた。この時コナンに世の中には謎のままにしておいた方がいいこともある。と助言した。新一とは同じ身長で顔、声がそっくり、声優も同じなので新一に変装する際には髪型を変えるだけでよい。キッドの正確な正体を知るまでに至っていないコナン。新一も、 容姿が似ていることについては認めており、レイクロック美術館にキットが侵入している可能性を考えてたとき、残された手はどういうわけか顔立ちの似ている。この俺になりすますたないはずと言わしめた豪華のひまわり。劇場版で中森警部の前に素顔で新一に変装したキットが現れており、コナンの前でも素顔に近い状態を見せているが、中森は 新一とカイトが告示していることに対しては指摘していない。キッドがコナンの正体を知っているという設定が作中で明確に描かれているのは現在までのところ劇場版のみである。ただし原作でもコナンがキッドの前で自分の母、ユキコ、名前は教えないが坂本龍馬の姉、坂本乙女役を演じていることを教えているなど、 コナンの正体を知っているかのような発言をしていた。作者によると、名探偵コナンでの彼の役割は、真の、ルパン対ホームズを描くためのアルセーヌ・ルパンであるらしく、作者は、ホームズシリーズとルパンシリーズ両方のファンであるため、両方に勝たせたくない、正確には、両方に負けて欲しくないとのこと。なお劇場版では、ルパン三世が、キットに変装し、コナンの追跡を振り切って、 盗みを成功させた。工藤新一とは何かと対になるように描かれている。16巻でコナン本編に登場して以来、シリーズが進むにつれ、様々なコナンキャラクターと接触している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。